皆さん、おはようございます。福岡市議会議員の糸目正樹でございます。現在の時刻は令和5年1月16日月曜日の、午前10時でございます。今日は、皆様に重大なご報告がございます。先ほど福岡市議会事務局に福岡市議会議員の辞職届を提出させていただきました。もうすでに新聞報道等でご存知の方も多いかと推察しますが、この春予定されております滋賀県議会議員選挙に自民党推薦候補として立候補することがすでに発表されています。こうしたことに至り、福岡市議会議員としての公務にこれ以上支障をきたすわけにはいかず、本日辞職願いを届け出ることとさせていただきました。5年2ヶ月余り、本当に多くの皆様からご指導をいただきお世話になりました。背水の陣で頑張ってまいります。引き続き皆様のご支援ご理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。以上です。